はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はデースガチャの、追いガチャをしていきたいと思います。前回、こちらのガチャは40連まで、引きましたので、今回は50連目からになります。で、まあ目標はね、別にサナちゃんが欲しいってわけではないんですけれども、他のね、復刻キャラとかもかなり、優秀なキャラクターが揃ってるので、まあ、上限解放に使っていければなと思ってます。で、一応50連目からは PSR の出現率がね、8倍にはなってるんですけど、これはね、ただ出ないと思いますよね。やっぱりいくら8倍って言っても、基礎値がね、低いと、まあ、8倍になったとしても、これ 1% いってんの？ 0.2% だとしてもさ、8倍で 0.8% とかでしょ。まあ、0.5% よりはね、少ないと思うんですよ、運営の口ぶりからすると。アプリが 0.5% じゃないですか。でもまあ、サクスペとアプリの確率は違いますよって運営は言ってるんで、でかつね、皆さんの回している PSR の、出現率から推測するに 0.5% はないというような、イメージにはなってます。で、あと SR については同じくらいは出るのかな、やっぱり 3% で。で、出現率2倍になって 6% というところではあるんですけども、よくよく考えるとさ、でも100回っていうか100連してさ、6枚だからね。で、まあボックスガチャじゃないんで、100回引けば絶対6枚出るっていう保証もないんで、まあやっぱりガチャは闇が深いですねとなんか引く前から不吉なことばっかり言ってますけど、まあ、とりあえず上限解放を目指して、まあ40連くらいやっていきましょうかね。まあ太平楽サクチャレでなんかみやびちゃんとかもね、復刻しそうな気はするんですけれども、まあとりあえず今回、40連回していきます。じゃあまず10連目というか、まあ50連目ですね、実質いきましょう。ググのポン、うん、こういうところから SR が出る試しってやるのかな。まあ、昨夜、あー、のごろくんの PR に恵まれてるね。のごろくんはね、確かに上げていきたいですね。で、まあこういうね、 R も一応今回ミキサーで使えるっちゃ使えるんで、母体稼ぎですね。じゃあ20連目いきましょう。4回やってね、まあ多分、まあ1回 SR が出るか出ないかっていうところだよね。うん、あ、でも今の演出で1枚出んのか。三田村くん、よしよしよし。もうちょっと申し訳ないけど、今更ね、サナちゃんはあんまり必要ないんだよね。うん、PR のルナちゃんがいますね。で、今回はね、上限解放すれば、サクチャレプラスの方は、パーセンテージがね、増えるんで、まあ、1.2% とはいえ、重なれば強いからね。で、今3回目。あ、とりあえず、虹玉は出たから、1枚入ってますね。PR のサナちゃんか、ツリアくん。おお、神高、よし、上げていこう。多分ね、俺ね、投手でやろうとすると、神高はね、入れることになりますね。で、体力のね、消費が激しいんで、まあ、金徳イベントは切っちゃうんですけど、で、一応、まあ、40連目と、まあ、2枚出てるんで、出現率的には悪くはないのか。あ、虹が出た。ただね、キラーンが出ないんですよ、毎回。あ、キラーンが来た。あ、これ PSR 来たんじゃない？ラスト PSR。ただね、この PSR ね、誰が出るかっていうのがすんげえ。おお、神高来たー。よし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 。8倍。いやー、やる前はさ、すんげえ不吉なことばっかり言ってたけどさ、ただ PSR のね、上限解放がね、できないんだよね。オッケー。というわけで、まあ結果は悪くないですね。まあむしろ PSR の神高が出たんで、かなり良かったとは思いますけれども、まあこれをうまくサクチャレで使っていきたいですね。投資はね、ただ全体的に上限解放がね、進んでないからね、なかなか難しいですね、今の編成でいくと。まあ野手でいくのか、特攻狙いで投手でいくのかっていうのはね、未だに悩んでます。で、多分まあ公開する頃には、サクチャレが始まってるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと今回ね、PSR の神高が当たったんで、投手もかなり視野に入れていこうかなと、思います。
ではまあ皆さん、サクチャレの方ですね、頑張っていきましょうということで、今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。